皆さんこんにちは。郷土史探訪家の吉松純二です。私は今旧長崎街道の北方宿の追分にいます。まあ、追分っていうのはこう道の分岐点ですね。まあ、語源は牛と馬を追い分けるっていうとこから来ています。でちょうど道の分かれ目で、こちらが旧長崎街道ですね。まっすぐ行くと塚崎宿です。竹雄です。でしばらく行くとちょうど追い分けがありまして、左手に南下をします。で南の方に下る道が鳴瀬分道ですね。ですから旧長崎街道の本道と鳴瀬分道の分岐点、これを追い分けというふうに呼んでいます。旧長崎街道の北方の追い分けの説明でした。